Всем привет, добро пожаловать на канал. Мы продолжаем проходить Like a Dragon Infinite Wells, либо Якудза Немерено Бабла. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этими другими роликами и, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. Погнали! このラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時に、その手を取ったのは茜さんだけだった。桐生さん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、桐生さん。私の息子もバレカナにさらわれてる。このままにはしない。みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって痛えだろう。もう出てきちゃえよ、楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカナの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな、相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみや頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス、そう考えたんだろう。お前らもいるんだろう。春日に桐生さんよ。ウォントを差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。チッ、勝って言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。
どうだ、これで明るくなったろ。弾も取れて一石二鳥。くそ、ああ寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞキルさん。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃねえか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしても、ここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ、本気出さないと、いよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。邪魔すんじゃねえよ。戦闘準備完了。あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。あっつい、火に囲まれちゃったみたいね。はあ、覚悟。近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。リトラちゃん、たまらんな。うわ、どうした。寒いよな、こいつで温めてる。ガンガン行くぜ。何、来ない。こいつだ、行くぜ。はい、バリバリハッパー。デリバリー、よろしく。デリバリー頼むぜ。ゴー、俺の番か。この拳受けてみやがれ。
定してやる。なんだ。いつでもどうぞ。受けてみな。ガツンと行くぜ。もう終わりか。ちょっと待って。また呼んだな。次もよろしく。出てきたぞ。楽しませ。寝てるわ。足りねえんだ。こんなもんじゃよ。やっ。ここで死ねば。仮装も済んで奇跡の道をだ。火が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。あっつい。火に囲まれちゃったみたいね。ああ、近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。寒いよな。こいつを食べてやるよ。やるのかい。俺いつでもどうも。かかってほら来いよ。相手してやる。相手してあげる。さっさと来い。受けてみな。ガツンと行くぜ。ほら。俺の番か。来ねえのか。もう終わりか。来ない。やっちまえ。終わらせる。受けてみやがれ。よし。どうした。いつでもいいぜ。
お茶にしましょう。よっと。すまない。私の出番ね。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。始めろ。ガンガン行くぜ。相手してやる。何？来ない。やるのか。こいつだ。行くぜ。Hi, Larry Barry Halfman。デリバリーよろしく。よし、撮影するぞ。頼むぜ。用意スタート。ぶっ潰してやる。よし。調子出てきたぜ。楽しませ。終わらせる。こんなもんじゃよ。私の出番ね。はあ、やっはい、はい、ぶちかます。相手してあげる。次か。次もできじゃねえか。コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。悪くない気分だぜ。そう、寒いな。大丈夫ですか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、ウォントーはここに置いてかない。私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしてるのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た。避けろみんな。早く乗れ。よし、低下してくれ。乗れ。たぐって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる。ちとせ。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん。キリュウさん、来るな。行け。俺らがみんなここでやられたら、茜さんたちを誰が守る。千歳、車出せ。いや、ダメだ、待て。俺は大丈夫だ。行け。キリュウさん、キリュウさん。春日にも逃げられて、残ったのは死にかけの化石だけか。昔
あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するにキリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのならわざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早いな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花輪さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を上るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。なあ、いいや。なるほど。なあ、
もしもし、春日。よ、俺だ、俺。あたちさんか。アローハーってか。今どこにいると思う。いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。お前今どこにいるんだ、春日。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？おうよ、俺もいるぜ。一番頼れる親友、難波さんだ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着だ。これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。調子いいね。Not a show, shithead. Unzende. Hi. Thank you.
いえ。ありがとうございます。アロハ。ありがとうございます。いい感じだな。誰か。What do you want?ありがとうございます。
誰か。ほう。わかった。マビやんのかこの野郎。私の出番ね。調子だぜ。また強くなっちまった。ハロー、アルハ。お茶、いい感じだな。
やんのかこの野郎。よし。いつでもいいぜ。ビビってんのか。カバー。覚悟。はっ。やっ。お似合いよ。ぶちかま。俺の番だな。いつでもどうぞ。もらった。やっ。はい、ここらで勘弁してやるよ。ヤシの木からあんな奴が降ってくるとは、世界は広いな。いつかまったり海岸でカフェとかやるのもいいな。コーヒー入れて馴染みの客とだべったりしてさ。へえ、なかなか優雅でいいじゃねえか。一番は割と愛想がいいから、ホールと調達が適任だな。で、俺もカフェの頭数に入ってんのか。おう、人脈広げて常連作りつつ、いろいろお得に仕入れてくれよ。たくちゃっかりしてんな。ま、任せとけ。仲良し。気分が乗ってきたぜ。調子いいね。よう、一番。ナンバー、足立さん。待たせたな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだってお前、なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだから、また今度な。あ、そう。キリュウさんが敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、ついて早々に。なあに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだな。あ、もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ、いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気合い入れてこぜ。よろしくな。おいよ。おう、了解。よっしゃ。なるほどな。で、その病ってヤクザが仕切ってんのがナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どの道居場所は病から聞き出すしかね。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。キリュウさんを助け出したら
ゆっくり案内するよ。行こうぜ。病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。だが嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。よっしゃ。なら桐生さんが心配だ。もたもたしてんなよ一番。置いてくぞ。ああ、行こう。頼りにしてるぜみんな。出発進行。大道芸人はいたが、こっちは気合い入ってんな。道端で火とか吐いてんじゃねえか。迫力すげえや。ここのパフォーマンスは結構歴史があるからな。観光客にも人気のスポットなんだ。ここから有名になるパフォーマーも結構いるんだぜ。へえ、登竜門的なもんか。そういえば偉人町でギター弾いてた二人組がメジャーデビューしてたな。それと近いもんなのかも。路上からプロのミュージシャンか。夢のある話だな。俺らも路上ライブやってみっか。スカウトされちゃうかもしんないぜ。そしてメジャーデビューってか。それも楽しそうだな。よっしゃ、俺たちの美声を世に轟かせてやろうぜ。まずは楽譜の勉強から始めないとな。そこは真面目なんだなお前。ヘイ、Go cry to your mama. さっさと始めようぜ。全力で弾くぜ。やんのかこの野郎。どれにしようかなっと。
見違えたろ。身なりは大事だからな。まあ見てな。全部着てみたいな。どれにすっかな。どれで行こうかね。
アロハ。Thank you.ありがとうございます。出発するか。前方確認よし。いらっしゃい。ご要望は？これでいい？ここをこうして。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Всем пока. Увидимся в следующих видео.